第3試合スペシャルシングルマッチ完全決着、時間の制限一本勝負を行います。第3試合は完全決着を迎えております。そのため時間制限一本勝負で行われます。シングルマッチ中島有里奈と近々の5度目の一騎打ちでございます。第3試合スペシャルシングルマッチ先に引き落ちてきたのはシレッタル、127パウンド、シダンダール2番様だけ1着と、その2文字をアピールしております。さあ、なぜこの試合が、決着戦と銘打たれているのかと申しますと、過去この2人は4回シングルマッチで対戦しているとのことです。ただしその4回ともがドローということで、4戦4引き分けと非常に珍しい対戦成績になっているわけですね。というわけでこの5度目のシングルマッチでシーを決しようというわけでございます。時間無制限一本勝負、引き分け、時間切れ引き分けはございません。志田ひかるが待つリングに歩を進めるのは中島ありさ。さあ、入場時には非常ににこやかな笑顔を見せておりましたが、これが試合が始まると一変いたします。中島ありさ、闘争心に一度火がつくと止められません。前 JWP にて無差別級チャンピオン中島、先に右手を差し出したのは志田ひかる、そして中島が先手を握り返します。開始のゴーンが鳴りました。第3試合決着戦、時間無制限一本勝負。新宿フェイスはですね、どのお客様が声を出しているかというのをボロバレになってしまいますからね、すぐ志田ひかるに、目をつけられてしまいました。さあ、そんな熱狂的な声援が飛び交う中、試合はスタート。この中島ありさ、現在は藤本司とベストフレンズというタッグを結成しておりまして、その発端となったのが昨年12月、年末ですね、JWP とアイスリボン、高良県中野工業がありまして、昼と夜で、2回、戦った、藤本司と中島ありさ、その時は1勝1敗に終わりました。その、藤本司のかつての、正パートナーがこの志田ひかるでございました。ハンマーロックで志田の動きを止める中島、それに対しヘッドロックでやり返しをしますが、すぐさまヘッドシザース、これを志田が切り抜けて中島中央で向かい合います。さあ、一転して場内静まり返っております。固唾を飲んで見守るお客様、本日は352人の、観客の皆様にお越しいただいております。ヘッドロックを抜けてロープを伸ばした志田ですが、待っていたのは中島の蹴り、その中島の動きを見てアームトラックで投げます。今度は中島がアームトラック、そのまま腕を固めます。
中島としては今現在は、無差別級のベルトを春山佳代子に明け渡しておりますが、再び無差別級先生に名前を挙げるのであれば、このような試合を落とすことはできません。一つ一つが実績となります。その中島を引っ張ったって言ってました。もう一発引っ張ったって打点の高いアイアングル引っ張ったって、そしてそのお尻を揺らします。さあ、尻神様が宿っているそのヒップで中島の動きを止めてバックブリーカー。さあ、腰ですね。どうやら志田は腰に、中島の腰に狙いを定めたものです。何気なく飛ばしている対角線の、飛ばし方ですが、当然コーナーポストに腰を打ちつけますのでダメージがゼロではありません。さあ、劣勢の展開、中島が劣勢の展開になるにつれて場内の声援は中島の方に集中してきております。ボールを肩を上げて、その上げた肩のそれにタイミングを合わせてボストンクラブに持ってきました。さあ、両足を折るというよりも相手の腰に自分の体重をかけるような体勢になっております。左下です。そして再びリング中央、いやリング中央ではない、さらにその向こう側に持っていき、最もロープに遠いところまで持っていきました。さあ、そうなると自分の顔とは逆側のロープに這うしかありません。ちょっと中島の表情が苦悶に満ちた、今にも泣き出しそうな表情を一瞬見せました。入場時のあの笑顔とは打って変わった苦しげな表情。それほど腰へのダメージがあるのか。まだ5分経っておりませんが、志田が着実に着実に、またしてもバックブリーカー、中島有沙の動き、技、こういったものの本当中枢となるのがこの腰でございます。腰をやられてしまったらドラゴンスープレックスも DYD も QT スペシャルもジャーマンスープレックスも出せません。それを知っての上で腰への一点集中攻撃を出してみた。おっと、ここは中島の噛みつきです。これには石田ひかりもたまらない。試合時間5分経過。おっと、馬の上になってエルボー、今度は志田が上になってのエルボー。そして今お祭り一体と言ってしまいました。中島有沙一体という声を出せば当然そこが効いてるっていうのは相手に分かってしまいます。それでも思わず出てしまった一体という言葉、影響ドロップキックでなんとか反撃。しかしその右手は腰に行っております。アキレス腱固めで志田の動きを止めました。さあ、ここから反撃なるか、中島有沙。グラウンドになっても両者相手の足で蹴り合っております。志田が蹴るのはやはり腰、そこからハーフボストンクラブに持ってきました。さあ、自分が腰を集中的にやられたんであれば相手の腰を攻めようということでしょうか。志田の、ただここは脇腹のあたりになっておりますね。脇腹のあたりに全部落としてのハーフボストンクラブ。ここから今度は髪の毛を掴んでグイッと、さあお互い気の強さでは引けを取りません。中島も気が強い、そして志田ひかるも気が強い。そのあたりがバチバチとぶつかっております、このシングルマッチ。今のも対角線に振って串出しのニューニコの人がちょっとやはり走る、速度が遅いですね。それほど下半身が効かない状態なのではないでしょうか。あ、しかもエプロンに落とされしまった中島有沙。おお、突っ込んできた志田をかわして、さあお互いエプロンに立ちます。エプロン上でのエルボー合戦、右肘が相手の裏板、喉元、そして顔面に炸裂していく。こちらも引きません。おお、今度はフロントキック、蹴落としました。まさに蹴落とした。中島
さあ、行くぞと宣言しましたが、一体中島は何を見せるのか。あまり無理すると自分の腰に負担がかかります。コーナーから両替だ。ああ、しかしここで竹刀を投げつけた。なんとなんと、コーナーから飛ぼうとする中島に竹刀を放り投げた。しかしから、しかもそれがジャストヒット。いらっしゃる、野球やったらじゃあピッチャーか。おっと、これに怒った中島が椅子、椅子と竹刀のチャンバラだ。いや、チャンバラにならない。相手の頭部を、大丈夫ですか、この2人。いやいやいや、通常の剣道だったら頭一回取られただけで面で1本で終わるんですが、プロレスの場合は何度頭を叩いても終わりません。最終的にはこれは椅子対竹刀は竹刀を使った志田が制しました。思いっきり中島の頭部を竹刀で、そして満員の客席の中に入っていきます。固いフェンスにつけたか、志田ひかる。場外を十分しております志田。そして先ほどから痛めている腰をエプロンの角につけております。これもたまらない、一発一発がたまらない。さあ、ここは JRP のリングですが、全くアウェー感がありません。志田ひかる、お下がりください、お下がりください。自由に戦っております。おっと、この中島が客席に志田ひかるを踏みました。椅子盛りの中にうずもれていきました志田ひかる。おっと、これはどうやら中島は椅子を使っているか。いやー、ちょっとこういう展開になると予想された方は果たしていらっしゃったかどうか。かなり荒々しいファイトになっております。志田ひかる、そして中島ありさ。あー、これもエプロンと走ってのドロップキックです。まあ、2人の間に遺恨らしきものはないんですけども、それでもやっぱり気が強い2人が対戦するとこういった激しい試合になります。どちらも引きません。中島ありさ、ふてぶてしい笑みを見せつけ、そして赤コーナーに登ってのミサイルキック。試合時間10分経過いたしました。またしてもエルボー合戦です。ダメージ的には中島の方があると思われるんですが、それを感じさせない、この辺がやはり中島の気の強さです。ジャーマンスッペクス投げた後、膝頭を顔面にぶち込む。そしてランニングしてのフロントキック。キャッチしてのパワースラムで返しました志田ひかる。丸め込んだな中島ありさ。しかしこれは丸つもりはない。ガラ空きとなった土下っ腹にフットスタンプを落としました。そして蹴り上げる、パントキックのように蹴り上げました。さあ、相変わらずその右手は無意識のうちに腰に行ってしまうんですが、それでも攻め続けます。2発目のジャーマン行くか。ジャーマンスープレックス、やはり腰が痛いのか。ブリッジは効いておりません。ブリッジすることはできませんが、それでもキックモーションで叩きつけてカウント2。合計3発ジャーマンスープレックスを炸裂させました中島ありさです。コーナーに登る前にもしっかり相手を踏みつけることを忘れません。志田もなんとか起き上がり中島を追います。さあ、コーナー上の攻防が見られそうです。中島がエプロンに落ちました。しかしその髪を掴んで持っていくのか、ここから持っていくのか。あー、ぶっこ抜きのジャーマン、あ、すいません、ぶっこ抜きのナダル式ブレーンバスター。いやー、高木さん白バリのぶっこ抜きナダル式ブレーンバスターですね。
そして中島の動きを止めることに成功した石田ひかるが場内を煽って起き上がってくる中島を待ち、レーザーキック。しかし中島はカウント2で返します。よく返せます。相当腰にダメージがあるにもかかわらず肩を上げカウントスルー許しません。しかしエンジンビリー、おっとガクッときた。ここからカナディアンバックブリカーからおー表しドライバーに持っていきました。そしてホールにかけるキャメルクラッチ、これは厳しい、これは厳しい。腰へのダメージがある中島にとってこれは厳しい。ギブアップ、うん、打ち合いです。どこから見てもロープは遠い、なんとか見えない見えないロープに向かって足を伸ばします。これが到達すればエスケープなんですが、まだ到達しない、まだ到達した。見えないロープをなんとか手繰り寄せました。エスケープに成功。しかし腰へのダメージ相当あるもの。さあ笑みを浮かべているということは勝利を確信したんでしょうか。石田ひかる、過去4度の対戦は全てドローという中島でしたと。石田ひかる5度目のシングルマッチで先に勝利を挙げるのはどちらなのか。今のところは石田が近いと言わざるを得ません。これは着地、あしかしこれもバランスを崩す。それでもなんとか丸め込む。カウント2、また行くのか。ジャーマン、うーん、4発目のジャーマン。両者ダウン、両者ダウン。ジャーマンで投げた中島も立てず、食らった志田も立てず、さあ手拍子を叩いて両選手に力を与えようとするお客様からの拍手、これが耳に届いたか、手拍子耳に届いたか。一発一発エルボーを出すたびに右手が腰に行ってしまいます中島。さあこの試合石田はもう、腰を狙えば勝利が近づいてきますが、中島は反撃はするんですけども、勝機となるような、決めて致命的勝を負わせることがまだできておりません。ドラゴンスープレックス投げっぱなす、やはりブリッジができない。エルボー、至近距離からのエルボー。もう一度ドラゴンか、フルネルソン、あーダルマ式、どちらもディフェンスしたのは白光、投げさせません。おーカウンターのハイニーがヒットいたしました。これは吹っ飛ばされた中島ありさ、勢いに乗じて突進したところにカウンターで鋭角的なリーがヒットする。さあまたしても勝利を確信したかのような笑みを一瞬見せた白光、死に体となった中島梨沙をコーナー最上段にセットいたします。おっと、なんだなんだこれは。ヘッドバットで白を落とした。そしてダイブ、一つしかしかわされる、かわされる。さあそして至近距離からの2位、カウント2、スリーカウント、しかしカウント2、スリーカウントを放ったんですがカウントは2です。ファルコンアロー、これもカウント2、追い込まれた中島、どうでしょうか、その目はうつろでしょうか。動きが止まった中島ありさ、さあおっと何かを祈るような仕草を見せた。来るぞ来るぞ来るぞ、
スリーカット狙い、これをディフェンスしてバックを取る、あーしかし投げる前に腰に行ってしまう。志田は余裕を持って振り向き、2位を放つ、もう一発。どうしたオラーと、その声は中島に届いているのか。ダルマ式、今度はブリッジした、ブリッジできた、あーしかし崩れた、自らブリッジを崩してしまった。足へのダメージ、投げ技に頼れないのか。しかしそれでも投げ技に行く、ドラゴンスープレックス狙い。おっと三面君からなんとインサイドクレードル、巧妙な、これは巧妙な小技でしたが、中島なんとかカウント2で返しました。しかし立てない立てない立てない、それでも向かっていくが、手裏のノイヒールカウンター。動きが止まった中島、またしてもバックフリーか。完全に動きが止まった中島ありさをいよいよ仕留めにかかります。志田光狙うのはガブリ式ブレンバスターか。おっと担ぎますね、ワイヤーマンキャリーで担いで、このままどうするどうする、ナダル式行くのか、うん、あーコーナー、コーナーに落とした、マドの一撃、このために腰を攻めていたのか。マドの一撃から、あー完璧、スリーを許さない、すごい執念だ中島有沙。いやー今ので決まったと思われましたが、スリーカウント、ここも入り込んだ、パス、中島も反撃を、ジャーマンこれも投げっぱなしになる、ダーマシのスリーカウント、これも返した、もう一回もう一回、あと一発だ、ダーマシのスリーカウントからスリーカウント、最後は志田光が執念で固めました。見てくださいこの表情、一瞬貴重な表情を見せましたが、12分39秒志田光選手の勝利です。19分39秒語り方で志田光が5度目のシングルマッチで中島有沙から勝利を奪いました。いやーこれにもあの魔女の一撃技は恐ろしいですね。あれを作戦として狙っていたのであれば、まあ、確かにあれ腰をねあのコーナーポストに打ちつける技ですから、そこへの布石として腰を攻めていたのは整合性が取れます。理屈が合います。5戦目にして黒星を喫してしまいました中島。いい試合だったな。中島さんの JWP だけど少し話してもいいですか。中島さんと自分はシングルをやるためにドローでした。もう何年越しの決着です。今日その決着戦で私が勝ちました。私たちはもうここで終わりでいいと思います。今日決着がついてそれで終わり、本当に長い間ライバルとしていてくれてありがとうございました。ふざけんじゃねえ、終わってねえよ。確かにな、完全決着って言ったけど最終決着じゃねえんだよ。完全と最初は違うと思っております。オスの無差別のベルトと JWP の無差別のベルト、
無差別二冠王者になったらまずお前を挑戦者に褒めしてやる。絶対逃げんなよ。確かにこの試合に関しては勝負はつきました。しかしこれで最後ではないと中島有沙は言い切ってリングを降りました。終わらないよ。締めて締めて。いや中島有沙本当にお上品のある女ですよ。ただあいつがベルト2本巻いた時それをすごい楽しみにしてます。その前に私が巻いちゃうかもしれないけどね。ありがとうございました。さあ、大津の無差別クオーターと JW の無差別クオーター4本を取ったらもう1回やると中島有沙申しておりました。大津のベルト、そして JW のベルト両方狙うということですね。以上で前半戦3試合が終了いたしました。ただいまにリング調整を含む約10分間の休憩時間を